エズラキ第8章アルタシャスタ王の知性にバビロンから私と一緒に登ってきた一族の頭とその系図の記載は次の通りである。ピネハス族からはゲルショム、イタマル族からはダニエル、ダビデ族からはハトシュ、ハトシュはシュカヌヤの孫、バローショ族からはゼカリアと系図に載せられた同行の者、 男子150名バハテモアブ族からはゼラヘアの子エレーホエーナイと同行の男子200名ザト族からはヤハジエルの子シャカヌヤと同行の男子300名アディン族からはヨナタンの子エベデと同行の男子50名エラム族からはアタリアの子エシャヤと同行の男子70名シャファテヤ族からはミカエルの子ゼバデヤと 同行の男子80名。ヨアブ族からは、エヒエルの子オバデヤと、同行の男子218名。バニ族からは、ヨシフヤの子シェロミテと、同行の男子160名。ベバイ族からは、ベバイの子ゼカリヤと、同行の男子28名。アズガデ族からは、カタンの子ヨハナンと、同行の男子110名。 アドニカム族からの者のは最後の者たちで、その名はエリファレテ、エイエル、シェマヤ、および彼らと同行の男子六十名。ピグワイ族からはウタイとザクルと同行の男子七十名。私はアハワに流れる川のほとりに彼らを集め、私たちはそこに三日間宿営した。私はそこに民と祭司たちとを認めたが、レビビトを一人も見つけることができなかった。 それで、私は頭のエリエゼル、アリエル、シェマヤ、エルナタン、ヤリブ、エルナタン、ナタン、ゼカリア、メシュラムと、教師エホヤリブ、エルナタンを呼び集め、彼らをカシュフヤ地方の頭、イドのもとに使わした。私は彼らに言葉を授けて、私たちの神の宮に仕える者たちを連れてくるように、カシュフヤ地方にいるイドと、その兄弟の宮に仕える下部べたちに命じた。 私たちの神の恵みの御手が私たちの上にあったので彼らはイスラエルの子レビの子マフリの子孫のうちから資料深い人シェベレペヤとその子たちおよびその兄弟たち18名を私たちのところに連れてきたまたはしゃぶヤと共にメラリの子孫のうちからエシャヤとその兄弟とその子たち20名およびダビデと司たちによりレビ人に奉仕するよう任命されていた 宮に仕えるしもべたちのうちから220名の宮に仕えるしもべたちを連れてきた。これらのものは皆指名されたものであった。そこで私はそのところアハワズ川のほとりで断食を布告した。それは私たちの神の前でへりだり、私たちのために、私たちの子供たちと、私たちのすべての持ち物のために、道中の無事を神に願い求めるためであった。 私は道中の敵から私たちを助ける部隊と騎兵たちを王に求めるのを恥じたからである。私たちはかつて王に私たちの神の御手は神を尋ね求めるすべてのものの上に幸いを下し、その力と怒りとは神を捨てるすべてのものの上に下ると言っていたからである。だから私たちはこのことのために断食して私たちの神に願い求めた。すると神は 私たちの願いを聞き入れてくださった。私は最司長たちのうちから十二人、すなわち、シャレベヤとハシャブヤ、及び彼らの同僚十人を選び出し、王や議官たち、司たち、及びそこにいたすべてのイスラエル人が捧げた、私たちの神の宮への奉納物の銀、金、器類をはかって彼らに渡した。私は銀六百五十タランと、 また100タラント相当の銀の器類及び金100タラントを測って彼らに渡した。それにまた1000ク相当の金の鉢20また金のような高価な光り輝く見事な青銅の器類2個を彼らに渡した。ついで私は彼らに言った。あなた方は主の聖なるものである。この器類も聖なるものとされている。この銀と金は あなた方の父祖の神、主への進んで捧げる捧げ物である。あなた方は、エルサレムの主の宮の部屋で、祭司長たち、レビビトたち、イスラエルの一族の長たちの前で測るまで、根津の番をして守りなさい。祭司とレビビトたちは、その銀、金、器類を、エルサレムの私たちの神の宮に持っていくために測って受け取った。私たちはエルサレムに行こうと、第一の月の十二日に、 アハワワガを出発した私たちの神の御手が私たちの上にあってその道中敵の手待ち伏せする者の手から私たちを救い出してくださったこうして私たちはエルサレムについてそこに三日間とどまった四日目に銀と金の器類が私たちの神の宮の中で測られウリアの子の妻子メレモテの手に渡された彼と共にピネハスの子エルアザルがおり 彼らと共に、レビビトである、ヨシュアの子、エホブザバテと、ピヌイの子、ノアデヤがいた。全部が数えられ、測られた。その時、全重量が書き留められた。補修の人々で、補修から帰ってきた者は、イスラエルの神に全商の生贄を捧げた。すなわち、イスラエル全体のために王、王子十二頭、お羊96頭、小羊77頭、罪のための生贄として、 親十二頭を捧げた。これはすべて主への全唱の生贄であった。それから彼らは王の命令書を王の大使たちと川向こうの総督たちに渡した。この人たちはこの民の神の都に援助を与えた。